All right, so thank you for your time. Yeah, we're done. All right, so Production IG has been making fabulous like titles for like 25 years, is that right? So now that 25 years has passed, I mean, what are your feelings? What are you going to like be doing anything like new? IG も25年経ってこれがどうしていこうかなと思った時にやっぱり IG もちょっとどんどん大きくなってね、やっぱりお客さんの多くのマーケットで作るようになってきて、それはいいことなんだけど、実はその振り返ってみるとその原点に戻ってね、25年前どういうのを作りたかったかっていうと、やっぱりすごくそのエッジのあるものかっこいいやつをすごい作りたかったのに、やっぱりマーケットを意識しちゃうとやっぱりエッジのある作品って比較って振り落とされちゃってね、なかなか現実的にならなくなってしまった、そんな寂しくて、ぜひそれを、原点に戻って作りたい、それが一番大事なことなんです。I see. So I understand that you are working on a new project. So tell us about this new edgy project. Oh, yeah. そこで考えたらやっぱりディレクターシステムっていうのは監督を中心とした、プロダクションというのは IG の原点なので、そういう中では今湯浅監督っていうマインドゲームを作った湯浅監督のやっぱりエロと暴力を徹底的に作ってポップアートとしてね、もう本当にエッチのある中途半端じゃない作品を作ることが一番多分お客さんに対してマスじゃないかもしれないけどものすごくこうハートのあるね、エッチなのを作れる、そこは湯浅監督でいきたいっていう、そう思ってるんです。らしい。知ってる人はものすごく知ってるし、どちらかというと天才派だって言われてる、だから一般の人を見てると、すごい下手な絵だとかね、って言われちゃうんですよ。絵がもう、だからこう動くとものすごく、その動き出すと、この一見下手に見える絵がものすごくこう、とんでもない絵になるんですよね。これが不思議なんですね、彼は。楽しいですね。でも、そういう面では、今回、ピアスさんなんかは本当にこう、この企画でも、本当にこれ、真摯っていうかね、ものすごいやりたくて、もうこれがやりたくしょうがなくて、今企画っていうか実際にも動いてるのを見ると、やっぱり才能っていうのは、そのやっぱりこう、なんか大きなね、環境とか、すごく何百巻とか、世界で公開とかっていうのも大切かもしれないけど、根っこは、作りたいものを作れる環境を作るっていうのが、一番いいんじゃないかなと思いますよ。ただそうは言ってもやっぱり強弱だと思うね。だからかっこよくさ作りたいものを作ってるだけでみんな生活できてね生きていけるんだったら誰も苦労しないけど、これを作るっていうのは逆にまっすぐに作ってもね、そういうことに挑戦してそういうものを作りながら、だからこうやって振り子みたいなもんで。これはこれで挑戦して、でこれはこれでまた逆に、作りたいものを作るっていうことを残すっていうかね、これは2つあって初めて成立するのかなとは思ってるんですよ。そうですね。じゃあ今言ったようにそのなんとかな本当にエッジというかね、中途半端なものを作らないっていうのと、本当に IG が25年前に一番こう自分たちが作りたかったものを今作らせてもらえるようなね、皆さんの力をぜひ貸していただきたい、そう思ってます。よろしく。